ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。京本大我です。はい、ということで、無事と言いますか、ありがたいことに4年目突入いたしました、ありがとうございます。いや、4年目早くないね。4年経ったんだね。早いよね。4年目か。そう、4年目だから、ね、まあ、3年経った経って4年目に突入ですから、すごいね。なんかまだ1年2年ぐらいの体感じゃない。そうそう、感覚的には全然本当に始めた時のあの、ね、まあ、まだ全然新人だけどさ、あの時の感じよ、気持ち的にというか、ね、感覚的にフレッシュな感じでやってるよね。いや、本当に早い、この3年で。ジュリーなんか毎週やっててそう感じるんだから、それはすごいことだね。いや、すごいことよ。いや、なんか俺だけ毎週出てるじゃん、なんかしんどくなんのかなとか思ったのよ。なんかそんなね、何年も何年も続けてたら、それ大変でもある。いや、でも早い。あ、本当、ここまで本当早いですから。でもあっという間なんだろう。謎の小部屋とかちょっとこう、ね、新鮮な空気を挟んでるから、ね、イレギュラーもあるし、まあ、それこそ6人こう記念の時集まったりだとか、そう、ね、なんかまあスペシャルウィークあったりとかするから、多分意外とあっという間なのかな。イレギュラーも俺ら結構多いから。155回やってる。マジで、あ、すごいね。いや、ジュリー155。いや、俺ね、コロナになって、そっかそっか、実は2週来れなかったから、最近書ではないのか。そう、153、まあ、でもすごいけどね。ポケモン図鑑関東地方より多いからね。分かんない、151だからね。あ、そうなのってあんまりならない。151より多いからね。あ、151なんですか、その関東地方が。そう、ミュート、ミュウツーとか入れて151ですから、ね。あ、そう、すごい。すごいよ、153でしょ、ジュリは。うん、153です。関東地方超えてんだもんな、これ。だから、それであんまりその感動を分かち合える感じではないね。もちろん上都地方とかもっと少ないから、もう全然超えちゃってんだけど。超えちゃって、それ、まあ、関東地方を超えちゃってるからね。それがすごいことなんですね、うん、すごいこと。あ、なんかそうみたいですよ。関東地方を超えてるから、超えちゃってる、すごいんですね、うん、すごいっす。いや、でも本当に153か、俺個人で言うと。でもね、不思議なことに、何、ほとんど覚えてないんだよね。153中、まあ、そりゃそうでしょうね、うん、振り返るたび毎回何も覚えてない。何も覚えてないわけじゃない、うん、特に僕とあなたは。そうよ、いつもこのペアはもうダメダメなんだから。振り返るとあんま覚えてない。まあ、でもあれですよ、まあ、この時期というか、ご新規チャンス到来しておりますよ。ほう、まあ、今日もあんましっくりこないかな、このご新規チャンスっていうのは。新規チャンス、うん、まあ、そのまあ俺はね、まあ大体まあ3年、丸々3年で4年目、うん、153回ぐらいやってれば、まあ、大体感覚なくなるんです、こういうのは。ほう、お、今日風違うなっていう風に。風感じる。この室内で吹く風が違うなっていう風になんとなくラジオを始める時に感じまして、ね、はい、まあ、毎年ね、この辺のタイミング、まあ、春ぐらいというか、そのタイミングで、うんうんうん、この番組は一体何なのかっていう説明をご新規さんに向けて挟んでるんですよ。で、このタイミングっていうのは、その番組がいろいろ変わってったりとかするから、うんうんうん、こう、新規の方がとりあえず一通り聞いてみようみたいなことがあるんですよ。いう時期で、まあ、大体僕はまあそれをまあ時期とか、うん、何月みたいな感じじゃないんですけど、風で感じるんですよ、うん、確かにそこにいるんですよ。僕たちは今本当、はい、そこのもう真っ只中にいるんですけども、なるほど、ね、まあ、改めてちょっとご新規さんに向けて挟もうかなみたいな、うん、まあ、だから新入生に向けたオリエンテーション、ね、あ、ちゃんと丁寧にね。そうそうそう、あの入学式の前後にやるやつですよ、うんうんうん、あの入学の序盤に早く帰れるボーナスタイムのやつですね。ラッキーの日だね。ボーナスタイムみたいな、家で昼ご飯食べれるぐらいの。そう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 、うん、めちゃくちゃラッキーね。めっちゃラッキーです、あれです。はい、ということで、まあ、改めて紹介させていただきますと、僕たちはストーンズ、ストーンズという6人組のアイドルでございます。まあ、見たらね、こう、うん、シックストーンズって読むのかなと思ったら、これでストーンズって読むんかいの人たちですね。これもう鉄板っすよね、これでおなじみのストーンズでございます。でも未だにシックス、未だにあるっていうのたまにありますから、うん、いや、お前らこれストーンズかいのストーンズです、よろしくお願いいたします。まあ、でアイドルなのでね、僕たちはまあジャニーズですから、うん、まあまあ、メールは基本ね、かっこいいねとか好きだよとかイケボ出してとか、そういうメールを積極的に採用してます、うん、僕たちは。そうそう、なのでメールを送るときはぜひ気をつけてください、皆さん。で、ね、まあ、他の番組とちょっと違うところがありまして、うん、パーソナリティが週替わりになってるんですよ。ああ、そうですね。そう、まあ、うん、この声の僕が田中樹里と申します。で、田中樹里が毎週レギュラーで、うん、他の5人のメンバーが週替わりで登場するという、
スタイルになってまして、うん、まあ、一応僕が毎週いる改めまして田中樹と言います、はい、そうですよ、まあね、僕のまあちょっとその性格というか、うん、ちょっとね短所って言ってもいいぐらい真面目というか、まあ、そこがねいいって言ってもらえたりもするんですけども、うん、真面目だけが取り柄って感じですかね、まあ、真面目は真面目か、うん、真面目すぎるっていう風によく言われたりとかします、うん、はい、でまあ趣味はね一応野球で、まあ、一応部活動とかでも、まあね、やってましたね、やってまして、まあ、自分で言うのもこういうのねひけらかしてると思われちゃうのもあれなんで、あんま分かりやすく一応僕から言うんですけども、うん、まあ、神宮球場の始球式で一応まあ160出したことがあります。 160? 大谷選手ぐらいの160ちょい前後ぐらい、まあまあ大まかですけど、まあ、大体160ぐらい出したことがあります。初めて聞いた、その、うん、そういうこともいろいろこう ありまして、うん、一応リスナーからキャプテンって呼ばれてたりするんですけど、うん、まあ、ちょっとねこれ俺はむずがゆいっていうか、その恥ずかしいからね、キャプテンなんて呼ぶのは、うん、しかも特にこの時期とかはもうやめろっつってね。まあまあでもキャプテンって思うんだったらキャプテンって呼んでもいいですし、ほんとね、自由に呼んでもらっていいんですけどね、うん、まあそう、俺はねこのやめろっつって誰が聞いてるか分かんないけど、やめろって言ってるんだけどリスナーが聞かねえから、キャプテン、キャプテンみたいになってるんですけども、まあ、全然キャプテンって思ってキャプテンって呼んでもいいです。毎年これやってんの？そこだから皆さんちょっと待って待って待って、自由にやってもらって、オリエンテーションって俺初めてかな、一緒にやったの。やってもらって毎年そんなホラ吹いてるわけ、もうね、うん、結構難しくてこれがいやダメよ、導入でこんな大嘘かましてた。キャプテンってほどじゃないだろ。いやいやいや、お前らのキャプテンではねえだろ。いや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 、これダメ、これ何どういうこと、ダメでしょ、だってメンバーからも別にキャプテンって慕われてもないのに、そのリスナーからだってキャプテンって呼ばしちゃダメでしょ。だって別に俺嘘ついてなくない？嘘ついてるでしょ。160とかもうさらっと、ここまで、ね、別に嘘ついてこのリアクションならば しっくりくる。いや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 、まあなんか彼はなんか言ってますけどもで、あと週替わりで、ね、おかしかったもん、登場するストーンズのメンバー、うん、他の5人ですね、はいはいはい、でまあキャプテンの僕以外にまだ言うんだろう、そのジェシーで京本大我、松村北斗、コーチ優吾、森本慎太郎とおりまして、はい、まあ今夜は京本大我が出ています、うん、ということで、そうですね、お願いします。まあ、この中でね、その新規さんに向けて言うことじゃないかもしれないですけど、なんすか、一番新規向けではないディープなメンバーは誰だろうっていうアンケートがもし仮にねあったとしたらダントツ1位を取るであろう人間が彼です。そうかな。そんな彼がこのシーズンに登場しました。はい、ということでね、ご新規の皆さん今まで楽しかったです。短い時間でしたけど、今日でお別れ。はい、またどこかでね、うん、お会いできればなと思います。嘘でしょ。この後ね、まあ大体まあ50分ちょっと50分後ぐらいですか、うん、の0時25分ぐらいに行われるコーナーを持ちまして、ね、ご新規の皆さんとお別れをすることになると思います。改めてこの番組をね選んでくれて本当にありがとう、みんなね、うん、そう思ってたんだったら今日やんない方がいいよ、そのコーナー。まあね、今後来る、ね、メンバーの紹介を一応しておきますと、うん、ジェシーとあと松村、コーチ、森本っているんですけど、まあどれもね、うん、まあ、魅力的なタフガイばかりなんですよ。まあタフガイだね。タフガイですよ、うん、まあ、もし万が一というか、奥が一、うん、今週を乗り越えることができたら、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。そんなことはもう本当に滅多にないです。今週を乗り切れることは。自己紹介、もう一応自分でじゃあ名乗っていきますか？どうも、京本大我です。はい、まあ、今日の僕のモチベーションとしては、本当に新規の皆さんを乗り越えさせる気はないです。終わった。もう終わったー、この番組のチャンス終わった。155回、はい、5回ですね、はい、フィニッシュ155回で、これで俺は今日ピリオドを打つぐらいの、結局いつものメンバーしかいねえっつって、そういつもの少ないメンバーしかいねえよ、結局もういつものリスナーに戻るから、もう今日もう完全に終わらせに来てるんで終わらせに来るやついないんだよ。俺はね、4月はね、始まりって覚えてない、終わりで覚えてるから。俺は自分たちのラジオ終わらせに来るやついないんだよ、わざわざ。今日楽しみにしててほしいですね、ぜひぜひ。終わりになるの、うん、もう最もディープな時間を、ね、最初で最後のこの日を楽しみにしてくださいと思うんですよね。そう、わずかあと40分や50分ぐらい、なかなかないよ、4月のラジオでこんなこと言うやつ、うん、もう皆さん終わりですので、うん、いや本当に今日は一緒ありがとうございました皆さん。こっからはもうこの後、うん、こっから0時25分頃まではもうそのちょっとした余力でやってる感じですね。
ちょっとね、こう、ちょっとなんとなく名残でやってるぐらいで、多分皆さんこっから後のこともろくに覚えてないと思うんです。今日はもう本当に覚えさせる気ないよ。覚えさせる気もないし、今後聞かせる気もないラジオをやるんですよね、あなたは。やります、やります。もう分かってます。やらせてください。分かってます。もうなんで今日はなんでこのメンバー、いや、いつも言ってるじゃん、コーチにしようって。まあ最初はね、この時期は。無難にコーチみたいな、ね。この時期はうちの最年長のコーチにしようって言ってるじゃない。まあまともにやるからな、彼は。なのに、彼はコーナーもちゃんとやるから。コーナーちゃんとやるから。僕らの、そのラジオのレギュラーコーナーみたいなのもね、ちゃんとやるんですよ、彼は。コーチっていうメンバーはね。俺ら気づいたらそのコーナーなくなってるから、ね。なくなってるんですよ。あれ今日やらないとか言われる、ね。読んでるのがなんか1年半ぐらい前に届いたメールとかを読んでるぐらいですから、まあ、ちょっと短いのですけども、ありがとうございました。ということで、まあ、以上をもちまして、そんでのオールナイトニッポンサタデースペシャルオリエンテーションを終了させていただきます。ここまでだったんだ。これから何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで。はい。ちょっとまあじゃあ近況というかこの話も一応しておこうかな。何ですか？まあその記録的な話で、その世界最高齢のサーファーが日本で誕生したらしいんですよ。最高齢、うん、まあなんかサーファーっていうとまあ大体イメージがさ、なんとなくのイメージね、別に幅はないと思うんだけど、俺はその20、30代の方がとか、そういうイメージはなんとなくあるのよ。まあ確かに確かに。ちょっとで日でこんがり焼けてて肌がみたいなイメージあるんだけど、その今回は神奈川県にお住まいの89歳のサーファーの方が世界最高齢のサーファーとしてギネス世界記録に認定されたんですよ。認定もされてるんだ。すげえ。すごく、だからもうちゃんと正式にサーファーとして認められて、で、まあ、申請した当時のその88歳と288日が正式な記録らしいんですよ。なるほどね。現在はその89歳ということで。いや、すごいぞ、これ。いや、すごいことだ。89歳でサーファーですよ。ねえ。で、ギネスでちゃんと認められるぐらい、ちゃんとそのサーファーとして。それは日本で誕生してるってね。そう、すごい、すごいことですよ。で、まあ、もともとね、そのプロのサーファー出身の方とか、いう方じゃなく、とか、若い頃からずっとサーフィンをやってたっていう方じゃなくて、え、違う ?80歳っていうその節目みたいなタイミングで急にサーフィンを始めたらしいんですよ。ほんと、始めたてって言ったらあれだけど、まだね、始めて10年経ってないぐらい。経ってないんだね。で、今も現役でガンガンいい波乗ってる。マジでいい波？めちゃくちゃかっこよくない？かっこいいね。80歳から始める、その、趣味を見つけるってもいいんだけど、まあ、その、やっぱさ、記録はもちろんだよ。その、89歳、88歳と288日か。はい。で、まあ、記録もすごいんだけど、そうさ、80歳ってさ、サーフィンやろうって、思いついて、動いたのがまずすごくない？確かにね。その行動力と、ね、思いつくことがまずすごいけど。そう、別に、ね、80歳だからとかいうことじゃなくてさ、20歳、30歳でもさ、なかなか新しいことの決断って難しいわけじゃん。難しい。10代、20代、30代でも。そん中でさ、80歳でバッて決断して、しかも、かなり多分、サーファーって、まあ、それなりに危険も伴ったりだとか、体力的にもかなりね、疲れると思うんだけど、それを思い立って、かっこいいなぁ。継続して、記録として樹立して、かっこいいじゃない。で、こういう人たちはやっぱ魂の燃え方からやっぱ違うと思う。なるほどね。そもそもの何かへの魂の注ぎ方、そしてそれに注いだ時の熱量がやっぱ違うと思うんだよ。しかも継続力もあるからね。そう、まあ10年近くやられてるわけでしょ。そう。だから、ちょっとここ数年やってみようかなとかいうことじゃなくて、やってるわけですから。未だに魂燃え続けてるわけだからね。もうさ、その、いわゆるさ、ずっとやられてる方とか、俺らが例えば10年始めましたと全然変わりないぐらいのいい波乗り具合なのかな。いい波乗り具合。俺動画とかは見たことないから。見たいね。ぜひぜひ。そう、めちゃくちゃ気になるんだけども。まあ、だからこれ問題としては、俺たちが、例えばまあ、この方80歳ですけど、俺らが80歳になった時、魂は燃えてるだろうかっていう話なんですよ。ちょっと、対抗する感じになっちゃうんだけど、俺のおじいちゃん、すごくて。わあ、ちょっとそれ、聞かせてもらっていいですか？ちょっとこれ、パッと今出てきちゃったんだけど。はいはいはい。俺のおじいちゃん、70ぐらいか、だから75とか70ぐらいかな。あ、はい、70過ぎで。に、じいちゃんの家、隣の家も、買って、二つ家を持ってる形だったんだけど、はいはいはい、要は壁が繋がってなかったから、隣の家に行くときは、一回玄関出てたの。はいはいはい。それがこう、まどろっこしくなっちゃって、じいちゃんが。で、まあ、俺が学生時代の時だよね。久しぶりに春休みとかさ、行ったらさ、タイガーおいでおいで、2階の、そこの階段登ったところの突き当たりの壁見てみって言われて、連れてってもらってついてったら、壁ないのよ。ほうほうほう。で、はい、しかもなんかこう、しっかりくり抜かれて、あ、綺麗に向こうの家の部屋に繋がってんの、ちゃんと。はぁ。で、
あの、じいちゃんが、あの、自分でやった、つって。すごいね、壁を。自分で、ぶし壊して、渡り廊下じゃないけど、なんか繋げてで、しかもこうなんか、雑な感じじゃなく、しっかり綺麗に、ちゃんとそういうものみたいな。そう、枠もしっかり作って、へぇー。で、なんか、コーナーとかあるじゃん。そういうとこで自分で買って、ああ、はい、はい。工具とか、で、それで自分でやったの。行動力というか。だから結構ね、うちのじいちゃんもすごくて。そうだね。まあ、業者に依頼したりとかもできるわけじゃない。そうそうそう。で、今もう90前後なんだけど、それでも、未だにその、体動かさなきゃやばいっつって、ああ、はいはい、自分のベッド、自分の部屋のベッドの上に、こうやってまた枠木で作って、ほう、そこからなんか紐とか、いろんなもの作って、腹筋する装置とか、はあ、すごいね。なんか腕立てする装置とか自分で作って。燃えてるね。燃えてんのよ。魂燃えてるよ。同じパッション持ってると思う。そうだね。うん。まあ、それ始めたものがサービスなのか、また違うだけで。海に注いだのか、木に注いだのかって違う、ね。いやー、燃えてますね。結構うちのじいちゃんもね、あるから、俺もその血が多分あるんだよ。そう、俺らがだからその時に燃えてられるか、やっぱかっこいいじゃない。かっこいい。その年になってもね、だからちょっとさ、のんびり暮らしてもいいわけじゃない。ね、奥さんがいたら奥さんととかでもいいし、ね、孫とか、なんか。それも幸せだ。そう、それもいい、すごく人生だと思うんだけど、そこで何か、またこう行動するっていう魂の燃え具合も俺は素敵だなと思うわけよ。ね、デヴィ夫人さんとかもすごいよね。あ、なんか、そうだね。なんだ、ね、番組とかでね。体張ったりとかさ。ウォータースライダーかなんかわかんない。そういうのも未だにやられるじゃん。また、だって、あの年になられてさ、めちゃくちゃテレビに出られてるじゃない。で、しかも、多分俺なんかより全然体張ってるからね。いや、ほんとそうだと思う。そう、ほんとロケが多いじゃない、しかも。そうだよね。で、しかもそれはなんか、前のめりじゃん。楽しくやられるじゃん。そうだね、それが素敵だよね。楽しそうにやらないもん、ね。そうそうそう。素敵だよ。だから、そう。いいよな。だからまず、まあ、俺らが今やっぱ魂燃やしてるもんって言ったら、やっぱジャニーズのこの活動なわけじゃない、うん、ね。もちろん。だから、こう、80歳になった時に、果たしてそもそもジャニーズなのかっていうところでもあるのよ。まあ、80の時の自分が。だからもちろん、80までジャニーズで魂を燃やし続けるのもいいと思う。うん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 、し、まあもちろんその前に自分の中で別の、まあいい、ちゃんと年齢を決めて、そこまでで別のものに魂を燃やすでも俺はいいと思うんだ。うん、それぞれの人生だから。まあで、その時に何か魂を燃やせるかって話なのよ。俺はね、うん、自分の話。いいよいいよ、もちろん。無理だと思うんだよね。無理なんだ。80で魂燃やしてるの。燃えない？無理だね。あ、ほんと。今ってさ、うん、俺らはさ、俺で言うと13歳から、うん、今日もで言うと11歳ぐらいからジャニーズじゃない。うんうん、その時からさ、信じられないぐらい魂燃やしてるでしょ。まあね、想像以上だよね。その時からさ、うん、やっぱさ、みんな言うてって思うけど、多分本当入ったら分かると思うんだけども、うん、想像以上に魂燃やしてるじゃん。まあ、もちろん大変な世界だとか、いろんなこと思って入ったけど、うん、そう、想像超えてたよね。しかもさ、今のジュニアの子みたいにさ、うん、チャンスがそんななかったじゃん。そうね。俺らの当時って。テレビなんて出れないみたいな。ハングリーじゃなきゃやってらんなかったからね。だからすごかったの、本当に、どんだけ、一人分でも立ち位置どんだけ中に入るかみたいな。そう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 。感じじゃない。だって俺、ずーっと練習して練習して、うん、このジャニーズジュニアの番組あるじゃない、はいはいはい、そういうので、こう練習練習して、出たいと思ってた曲、位置決めてもらってさ、うんはいはい、で、当日、場当たりしたらさ、うん、なんかその、人数感のバランスが悪いから一人削るってなってさ、はいはいはい、俺削られたのよ。俺トイレでギャン泣きよ。いやだから、そういう世界にいるわけよ。懐かしいよ。自分たち言うのもなんだけど、うん、そういう世界で燃やしてるから、だからまあ、何歳か分かんないよ。60歳なのか、50歳なのか、40歳なのか、それこそはたまた75歳なのか分かんないけど、うんうんうん、ジャニーズを俺が辞めるってなった時に、うん、もう俺は燃え尽きてると思う。あ、それがもう燃え尽きた合図というか。燃えかすになってるから。燃えかすになってやめる。これ、それまでに俺はとんでもない炎を注いでるわけよ。うん、燃料が100あって、それをみんなね、うん、こう、100年、人生100年だとしたら注いでるとしたら、もう、この10何年、20何年でもう、それ100を一気に消費してる感じだから。てか、まあ、今日のジュリー燃えてるね。もう、今日が燃えてる。もうね。そうそうそう、もう必死だから。この12時入るまでの時間でここで燃えることないと思うよ、なかなか。新規が聞いてくれてるだろう、時間にトーク回さないと。感じる、その。だから、それで言うと今一番新規獲得に俺魂燃やしてるよ。いや、今、炎のピーク来てると思う。だってこの後どうしても0時25分に絶対に新規を失うんだから、俺らは。そうね、25分が番組終了だから、うん。で、それまでにどんだけ頑張って、あ、ストーンズっていいなって思ってもらえるかっていうところを俺必死に魂燃やしてるから。下手したら俺このラジオ終わりで燃えかすになってる可能性もあるけどね。場合によっちゃだよ、うん、このジュリーだけじゃないから燃えてんのって、うん、これ全員いなくなるぜ今日。場合によっちゃ
よこれ。場合によっちゃね、向こうも燃えてるんだとしたら、スタッフも全員この新規獲得に燃えてるとしたらね、これ全員いなくなる。今日終わったら全員燃えかすみたいになってる灰になってる可能性あるな。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。田中樹です。いや、僕が田中樹です。あなたは京本大我です。だそうです。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、生放送ということで、ラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、 st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントstonesANNSAT、 放送中はハッシュタグ stonesANN をつけていっぱいつぶやいてください。それではメールにしますね。まずはラジオネームボールペンさんからです。はい、ちなみに去年のご新規チャンスですが、森本さんが90分間工藤新一のモノマネをしてご新規さんを取り逃した苦い過去があります その時期か。そろそろ森本さんの登場が心配されますが、今年はご新規さんを取り逃さないように重々注意してください。あの地方でやったやつ。あー、だからあれよ、しかもリモートのいわゆるね、ご新規さんちょっと聞き慣れないワードかもしれないけど、インセプションラジオだね。だからライブ中で多分去年の。そうそうだ。楽屋とかライブの MC とかで、工藤新一のモノマネがめっちゃ流行してたんだよ。で、彼がね、森本というタフガイにが、それにハマってしまったんですよ。めっちゃハマってたよね。うわー、そうだそうだ。彼ね、ハマると本当に、その、番組がうまくいくいかないとか、自分のキャリアを無視してそれだけをやってしまうという癖がありますので、はい、知ってる？まあ、当時さ、去年やってて、俺らさ、大笑いしてたじゃん、それで。で、それから当分やんなくなってたじゃん。で、今年最近やってたライブでさ、MC 中ね、俺の隣だから慎太郎。どうも、工藤新一です。あ、やばい、もう似てないや、って言ってた。マイク通さないで。試みてた。一回、工藤新一の復活を。それでうまくいってたら怖かったね。復活を試みてたけど、失敗してたから。いや、怖いね。しかもね、俺覚えてるよ、その90分のラジオ。誰かも知らない俺らのマネージャーがさ、現場マネージャーも工藤新一のモノマネして、それがオンライン、こう生放送に乗るの。なんか新太郎がちょっとマネージャーもやってみて、ダーやってとか言って、で、ダーが、工藤新一だみたいな、なんか言って、お前誰だよみたいな。で、北斗もやってたんだっけ。あ、北斗が来て、北斗も来たんだっけ。そんなあったんだ。12時頃来たんだよね、確か北斗。インセプションでね。そう、メンバーの北斗も来て、フラット来て、で、北斗もやって。で、俺も多分、その、ライブで地方でやってるもんだから、ライブ後だから、俺も疲れてろくにツッコミもしないで、ヘラヘラして終わってたでしょ。地獄じゃん、ご新規チャンス。それは掴めないな。去年の。確かに。やばいじゃない。新規ゴリ逃しじゃん。ゴリ逃しだね。うん。いや、もったいな。それに比べたらいくらかまとも、マシだと信じたいけどね、今日は。あ、今日はね。もう燃えたぎってっからね、今日は。スタジオでちゃんとやれてるし、今日はリモートだったからって怖さもあったけど。いや、去年そんなひどい放送やってたか。はい、続いて、ラジオネーム、春はあけぼの、僕はのけものさんからです。新規のみんな、この番組を聞くにあたって不安なことも多いと思う。でも、みんな最初はそうだから、てか俺もまだ毎回不安になりながら聞いてる。お前毎回聞いてくれてるだろ、ずっと。不安解消されてないじゃん。ずっと聞いてるのに、まだ不安なのか、お前。お前だけは安心してくれてると思ってたよ。いやもうぜひね、この皆さんにはちょっと0時台を楽しみにしていただきたいですね。怖い予告来ました。その不安がどっちに揺れるのか。一周するかということで、じゃあここで一曲聞いてください。モーガン・オーレンで、I wrote the book。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。 This program is Stones オールナイトニッポンサタデースペシャル。 ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。 はい、じゃあメールを読みしますね。まずはラジオネームジュゲムさんからです。はい、森本の工藤新一のモノマネは最初から一度も似てたことなんかなかっただろう。なんだあいつ。
確かに。え、あれはさ、まあ、俺はさ、もちろんこんなん見たことあるけども、うん、そんなに言ったらさ、コアファンなほど見てないわけ。はいはいはい。今日も、まあ、俺大好きだからね。コナン本当にもう、うん、ガチで好きじゃん。今日も見てたから俺。そのさ、うん、今日もからしたら、あれどうなんですか、クオリティとして。だからなんか、最初楽屋で、最初に初めて多分彼がやった時に、はいはい、俺も、あ、結構近いなと思ったんだよね。ああまあ、完全に、ではないけども、うん、頑張ればにいる、いい線いってると思ったんだけど、やっぱ彼ってなんか、維持できないじゃん。クオリティを。で、それは。日々変化していくじゃん、結構。ああ、なんかその、どんどん変わって。やっぱ、崩れてってる感じは当時からやっぱあった。こう楽しくなっちゃうからね、彼自身が。でも最初はね、やっぱ似てた気はした。ああ、そう。じゃあ、ステージとかいわゆるラジオでやってたような時のレベルで言うと、採点で言うとどんぐらいなんですか ?100 点満点で言うと。でも、7点とかじゃない?めちゃくちゃ似てないじゃん。あいつなんか似てるみたいな感じだったよね。うん、俺はいけ、似てるんだみたいな。本当。だから、そのなんか、あんま面白い方にもう振らないのよ。あとやっぱ、新一の声ファンってやっぱ多いから、やっぱ、厳しいと思う。その、あ、採点基準もね。採点基準も。なるほど、なるほど。じゃあ、そこ、あいつは、あえてその過酷な道を選んでるわけ。そうそう。それで、あいつも自分が似てると信じてるからさ、あんまふざける方に振らないで、マジでモノマネし続けるの。セリフ変えたりもしないから。そう、マジで全コピ。まんまやるから。完コピしようとするの。じゃあ、続いて。ラジオネーム、ターニャさんからです。オリエンテーションに追加させてください。今日出演していないジェシーというメンバーは、誰も理解できない奇怪な発言でトークの腰を片っ端から折ります。ここ最近で言うと、田中さんが何かをした時に、目でかという意味不明なリアクションをしますが、これはもう田中もスタッフもリスナーも全員でスルーしているので、新規の方もご協力お願いします。みんなで協力して円滑なラジオをお届けしましょう。4年目もよろしくお願いします。いや、嬉しいね。このリスナーから、なんかこう、オリエンテーションの中でのこう説明を追加させて、してくれるのはやっぱり助かるよ。めちゃくちゃね。いいや、まあ、いいやつなんですよ、ジェシーはね。いいやつなんですけども、変、というか。はい。でもやっぱ彼は最近やっぱね、ツッコミめちゃくちゃ欲してるよ。あ、そう?結構やっぱさ、うん、俺もそうだけど、こう聞いててさ、これはどう回収すりゃいいんだろう、みたいな。どういうボケなんだろうって頭でめちゃくちゃ巡らせてる間に、ツッコめず終わっちゃうことって多いじゃん。あ、はいはいはい。最近結構ジェシーはボソッとなんかこう、なんか言って、なんか誰も突っ込んでくれなかった時に、突っ込みって大事だよって言ってる。でも、目でかはやばいからね。だって、まあ、その対処法話してて、なんか面白いメールとか来るじゃん。で、二人で笑うと、なんか俺の顔見て、目でかーとか言う。だからもうなんかその情報、一番でかい情報が先に入ってきたんだろうね。いや、だからその、まあ、俺は普段突っ込んでるよ。から、まあその、改めてラジオとして自信言わせていただくなら、ボケるタイミングも大事だよ。間違いない。間違いない。お互いね。そうね、そうね。お互い、お互いね、大事だよ。そう。いや、でもありがたいリスナーのこのオリエンテーションをね、追加してくれるのは、じゃあ続いてラジオネーム、ゆうさん。新規の皆さん。森本が出演しているときに気をつけてほしいことがあります。なんだろう。彼は、リスナーがどんなに面白いメールを送っても、内容とは無関係のラジオネームをいじります。特に食べ物系のラジオネームは、すべて、食べちゃうぞで終わります。食べられたくない方、メールの内容をしっかり伝えたい方は、プレーンなラジオネームを心がけてください。なるほどね。これやるよね、あいつね。本題入る前にね。やるのよ。触れちゃうんだ。なんかその、ターニャとかも多分、アーニャだ、なんだとか、バーニャカウダーとか、なんかそういうことも言い出すし、まあ、才能だね、でもね。そう、ユーに対してもなんか、お前そういうこと言うなよ。言うだけにね。ってか、なんかやるのよ、あいつ。もう滑るって途中で自分でも分かってるだろうにね。生き切るんだよね。すごい、これやるよね。ただね、いいやつなのよ。彼はいいやつなのよ。メンバー最年少なんですけどね。いいやつなんですよ。はい、じゃ続いていきますね。続いてラジオネーム、トロロイタモンさんからです。今日は新規の方が多いということで私が知っていることをお伝えします、はい、番組の中身で言うとストーンズは全体的にリスナーにあまり馴染みがないスタッフの名前を急に言うのが面白いと思っていますそれが普通に名字とかだったらいいんですけど、ヒエオジーとか、エラソニーとか、人名なのかもわからない独特の呼び方で言うので、話の流れで急に、今の何?なったら、なんとなくスタッフの話をしてるんだなと受け流してもらったら大丈夫です。よく覚えておいてください。いや、助かる。助かる。俺らその時にはもう盛り上がってるから説明できてないのよ。説明不足になってるから。何々スタッフとかそういうあだ名だったらさ、うん、あ、なんかスタッフさんのことだなってわかるけど、偉そうにって言われてもさ、何と何がどうなったらそうなんの?で、そのね、だとかもそうじゃない?さっきのね。
え、まあ、なんとなく、ヒエオジとかだけ説明しといた方がいいよね。うん、今日は下手したら出るから、ヒエオジは、そのうちの、そのラジオのスタッフさんの名前、うんうんうん、ニックネーム、全体を、刺したニックネームなんですけども、ね。ファンネームみたいな感じで、ね。そうそうそう、その、ヒエイリオジさんみたいなところからヒエオジになったんだよね。うん、そうそうそう。で、あとは、その、何々ソニーってついてる人は、僕たちのレコード会社のソニーのスタッフさんですね。うん、だから、青ソニーだったらなんか青い服を着てるソニーさん。メガネソニーだったらメガネをかけてるソニーさんみたいな、感じなんだけども。だからその、ソニーがついてる人はソニーのスタッフさんだと思ってもらえれば。うん、そうね。はい、うん、大丈夫かなと。思います。とりあえず今日はいけんじゃないかな。多分そんなに今日は、あとだ、一応多分ダーも出る可能性があるけど、ダーだけもう出てるからね。うちのマネージャーです。うちの現場マネージャーですね。そうね。そう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 。補足しなきゃね。そう。確かに。今日は補足意識した方がいいね。そうだね。そうそうそう。なんか面白い流れになっても、その流れを止めてでも、一回やってみようか。補足しよう。どんだけこっからいい波来そうでも、そう。一回ブレーキかけて。で、おきくもさ、俺らが盛り上がっちゃって、補足してないときは、うん、ちょっと補足って言って。耳でね、言ってほしい。言ってほしい、うん。今日は分かりやすいラジオを心がけよう。そうしよう、そうしよう。おもろい、ノリがいい、なんか勢い任せのラジオは今日は捨てよ。うん、そうね。丁寧なご新規さん向けの。名前はな、うん。新規がやっぱ逃げちゃう。そう、うん、そのラジオやりましょう。はい、じゃあ、今日さん、お願いします。はいはいはい。まあ、京本会っていう、あ、はいはい。まあ、じゃあ、丁寧に説明させていただきます。危なかったですよ、今若干危なかったですよね。危なかったですよ。今、まあ、進もうとしましたよね、一瞬。今のこの前の話がなければ、もう普通に言ってました。今、ギュッとブレーキかけましたよね。ギュッと。はい。京本会という、まあ僕がプライベートでご飯食べる、はいはい、トラビスジャパン。まあ、本当はトラジャって言いたいところなんですけど、まあ、トラビスジャパンというグループがありまして。ジャニーズのデビューしたグループですよね。はい、で、まあ、こちらも、まあ、丁寧に言うと、まあ、宮近海斗くん。はい、はい。松倉海斗くん。そして、しめかけ龍也くん。まあ、俺はしめ、ちゃか、松倉とか呼んでるんですけど。危なかった、ね。危なかった、これ。はい、しめちゃか、松倉で行くとこだから。はいはい、はい、で、まあ、そういう3人プラス俺で、うん、こう、4人で、京本会って、まあ、しめっかけがつけたのかな。うんうん、そういう、なんか、まあ、プライベートでご飯行くメンツがあるんですよ。一面の、集まりの、名前だ。そうそうそう、うん。もう定期的にご飯行く。はいはいはい、もう本当に仕事とかでは、やるわけでもなくっていう。うん、っていう4人で、まあ、この前もその、トラビスジャパンのライブ終わりで、あ、はいはい、4人でご飯行ったんですよ。あ、はいはいはい、で、食べてたら、なんかその宮近、チャカがね、うん、こう、不意になんか、てか、京本くん、あ、京本さんみたいな。うん、あ、ごめんね。京本って俺呼ばれてる。いや、一応ブレーキかけて。京本って呼ばれてます。京本って呼ばれてます。京本さん。はい、よく考えたら、この京本会って、トラビスジャパン3人プラス京本くんっていうだけじゃないですかっていう。あ、なるほど。要は、何々会って普通なんかいろんなグループがこう集まってるとかして。なるほどね。例えば、まあ、例えば京本会ってトラビスジャパン1人、スノーマン1人、何屋男子1人みたいなね。そうそうね、はいはい。っていうのでなんか、だったらな、名前の呼び方ないからつけようよで京本会なんだけど、うん、トラビス3人プラス俺っていう、うん、なんか、割とメンバー構成もシンプルというか。あ、そうだね。トラビスが3人いて、そこにストーンズの京本が1人。俺がお邪魔してるだけっていう状況だから、うん、これなんか京本会って名前、ちょっと威厳ないっすよね、みたいな。ああ、なるほど。だから、チェッカがなんかこう、オーディションやりましょうよって言ってくると。京本会の京本会のオーディションやりましょうよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、俺、頭真っ白になっちゃって、うん、あ、飲んでたのもあるんだけど、うん、だって、プライベートのご飯会なのに。オーディション?オーディションを開くってどういう発想?まあ、それには確かに、その発想は確かに出てこないかも、ね。でもなんかやっぱこう、できる先輩感出したかったんだろうね。うん、やろうって言っちゃったの。めちゃくちゃダセ。今のめちゃく、今のもうやろう、うん。めちゃくちゃかっこ悪い。そんなのどうやるのっていう、うん、なんかこう弱々しい先輩を出したくなくて。あ、だからもう、自分の中で意味わからないけど、即決した、うん、そうそうそう、即でこう返事したわけだね。やろうよ、つって、うん。で、まあその時その話で終わったんだけど、はいはい、まあ、ちょっと数日経って冷静になったら、うん、まあ、なんかそういえば、あいつそういうこと言ってたな、と。あ、だからまあ、その、ふと思い出したわけだ。そうそうそう。はいはいはい。で、あ、じゃあちょっと、まあブログとかやってるじゃない僕は、はい。そこでこうなんか、チャカが実はこういうこと言ってたんだけど、京本会のオーディションやるのって、これどうやったらできるんだろう、これ誰に言えばいいの、事務所に言えばいいのみたいな。確かに、チャカっていうのは。宮近海斗。はいはいはい。そう。あ、チャカ、チャカ。大丈夫、チャカね。いやいやいや。そう。だから彼が言ってたから、そう、ブログに俺書いてみたのよ。その、これ誰に言えば、この話って進むんだろう。あ、オーディションのいわゆる、その、取り仕切るというか、仲介してくれる人みたいなことっていうのを書いたら、結構そのファンの人も、なんかこう、オーディションやってほしい、みたいな。ああ、そういう声が。リアクションが良かったわけだ。そうそうそう。あったから、これマジで動いてみようかなと思って。で、YouTube のうちのスタッフ、とか、まあ、うちのチーフとかに、こう、なんでもない日に電話して、実はこういう企画を、
あの、プライベートの食事会なんだけど、オーディションやってみたいんですけど、うん、これ YouTube とかでできますかみたいな。あー、なるほど。YouTube で動画にするってこと？そうそうそう。そのオーディション模様みたいな。はいはいはい、うちのストーンズのやつで、ね。そうそうそう、うんうんうん。って言ったら、なんか、もちろん事務所のちゃんとした確認はまだだけど、うん、面白そうだから、なんか動いてみようよ、みたいな。あー、なるほど。で、まあ、ここから確認はするけど。そうそうそう。うん、で、まあ、俺も、あ、こんな乗ってくれるんだったらどんどんやっていこうと思って、はいはいはい、で、ライブ中だったかな、北海道とかの。あ、はいはい、合間、ね、そうそうそう、合間の時間とかで YouTube のスタッフも来てたからさ、うん、それでもうじゃあ、まず、もう一本目撮っちゃうわ、つって。おー、なるほど。で、チャカと、シメとそのマツク、その、会員だよね。うん、今日の会員メンバー。トラビスジャパンのメンバーですね。に、電話して、うん、オーディション開催することになりましたっていう、うん、サプライズ発表をするっていうのが第一本目の動画にしよう。うん、ああ、なんかその、YouTube 撮りたいみたいなこと言ってた、ね。多分ね、ジュリもチラッとね、通りかかったりしてたと思うんだけど、まあ、会う時間がなかなかなかったから、うん、電話で、そういうことをやって、はいはいはい、まあ、一本目の準備をしたりとかね。はいはい。で、実際オーディションを開く日にちもなんとなく見えてきて、おー、なるほど。トラビスの段取れたわけだ。そう、マネージャーとスケジュール合わせたりとかして。うん、で、だったらこう、もう、後輩とかだけじゃなく、もう、ジャニーズ全体にオファーかけてみようと思って。規模を大きくしちゃおうと。そうそうそう。どうせできるなら。できんだったら、もう、ジュニアだけじゃなく、もう、本当に、すごい先輩のとこまで、オファーというか、オーディションありますって声かけてみようと思って。ダメ元でもね。そう。うん、で、俺のお世話になってる先輩とかにも連絡して、うん、そしたら結構、あ、行けると思うから行くよって言ってくれる先輩もいたりとかして、うん、あ、これは盛り上がってきたなと。はいはいはい。で、なんか、オーディションやるって言ってもさ、もう来る子たちも何すればいいか分かんないじゃん。まあ、てか何を見られるのか。まあ、ジャニーズのオーディションだったら歌って踊るとか。普通はね。そう、だからちょっと俺も。判断基準が。やっぱ責任持って考えなきゃと思って。で、まあ、いろいろ考えて、アンケートというか、こう、質問内容を事前に作ろうと思って。面接みたいな。面接みたいな。で、なんかまあ、俺の中で、まあ、結局これってプライベートな食事会なわけだから、なんか、もし、この、京本が4人、と一緒にご飯に行くなら、うん、何を食べたいですかっていう、まあ、質問とか。はい、あとは、まあ、そうだね。だって YouTube の動画にするけど、プライベートでご飯に行くそうそうそうメンバーを集めるだけだもんね。そうそうそう、はいはい。だから、あとはまあ、4人っていう関係性はできてるけど、そこに入ると、うん、やっぱバランスも変わるじゃん、トークの。まあそうだね。だからこう、一瞬沈黙になっちゃったりした時は、うん、一体どういう対処ができますかとか。そういう、俺なりにこう、アンケート内容みたいなものを考えて、こう、動いてたわけですよ。はいで、いよいよ、まあ、決まってた日にちまで、まあ、一週間前ぐらいだったかな。じゃあ、いよいよ本格的に動かしていこうと思った時に、こう、YouTube スタッフから連絡入って。すいません。京本くん、この企画、ちょっと事務所 NG ですって言われまして。ダメになっちゃったんだ。うん、でどういうことって。やっぱジュニア、これオーディションじゃないですか。まあ、冗談というかまあね。ふざけた。ネタっぽい感じだけどね。ネタ企画なんだけど、まあ、オーディションって言ってしまっていて、うん、で、まあ、それをこう、合格とか落選とか、やっぱジュニアの子たちをこう落選させられないと。っていう、まあ、事務所の愛。なるほどね。事務所の愛の、もう、こう、大きさに俺はハッとした。俺はこう、ジュニアの子たちを、落とそう、落とすか落とす、なんて、そんな残酷な企画を考えて、あはいはい。受かる人もいれば、それは落ちる人もいるもんね。そうそうそう。あ、受かった子たちはもしかしたら落ち込むかもしれないし、ひどい企画だと思って、我に帰ったわけですよ。はいはい、で、それでまあ、俺的にもまあ、さすがにやっぱ、こう気持ちが乗りすぎて、うん、ちょっと今回ふざけすぎたなと。うん、もうこれもう結構ジャニーズの多分スタッフさんいろんな人が知ってる企画だから、うん、これ亡くなったこともすごい恥ずかしいし。そうやね。だってうちのチーフと、トラビスのチーフと、まあ先輩方とかもそうだし。そのね、トップの、伊藤ちゃんとかいろいろ動いてるわけだもんね。伊藤ちゃん、すいません、YouTube のスタッフやってる。YouTube の、その、うちの事務所の、その、YouTube の、その事務所のトップの人そうそうそう。とかね。で、こう、なんかこう、朝倉みくるさんみたいな感じで、こう、プロデューサー気取って、あー、なるほど、なるほど。始めようとしたものの、なんかこう、格闘技のオーディションみたいにね。もう開催もされないし、なんか、すげえこう、ああいうのをやっぱ YouTube で見てるから、ちょっとそこになんとなく火が入って、燃えてたんだ。燃えてた、燃えてたんだろう、ね。燃えてたんだけど、うん、もう及ばず、力及ばずで、企画断念したので、まあこれはちょっと、お蔵入りになっちゃったんですけど、うん、まあちょっと、だからブログに書いたりしてちょっとね、うん、見たいっていう人いたと思うんだけど、うん、申し訳ないと。今の話を踏まえて妄想で、うん、こんなオーディションだったんだろうなっていうのを、みんな頭の中で描いてほしいなって。はいはい。あ、そういうこと
ことがあったわけだ。だからやっぱでもスタッフさんってちゃんと考えてるなと思ったよ。いやでもね、いろんな目線でやっぱ思うよ、うん、あのうちの事務所ってやっぱこんだけ大きいだけあって、すごいちゃんと全てにここ配慮されてるよ、ね、で俺はなんかジュニアの子たちのその出る出番にもなったらいいなとか、そういう気持ちはあったんだけど、はい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 、そっか、そこまで考えなきゃか、みたいな。そうだよね。本当に入りたい子が落ちちゃった。そうそうそう、確かにショックはショック、ね、本当に入りたい子いたかもしれないしね。そう。それを気持ち組めずに落としちゃってたら。確かにその、うん、ネタのあれでこっちは落としても、うん、なんか向こうは本気でショックを受けてしまう可能性があるって、ね、そこに温度差があったりね。ああ、なるほどね。そうだから。そういう NG が出るんだ。そう、だから、ジュリが見た、うん、俺らが撮影してたあの動画幻なんで、うん、目に焼き付けといてほしい。うん。まあ、てか、まあ、うん、いや、今日は多分、それ、あ、やりたかったなって。まあまあまあ、やりたかった、ね。ファンの人もあると思う。うん、まあでもなんか、その、俺から言わせてもらえば、まあ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 、飯食うだけだし。そう、だから、やっぱプライベートの飯は普通に行くのがいいですよ。今日来るっていう。今日来ますか今日来るって言って、来るって言った人が、なんとなく入ればいい。そうやってやりなさいって言ってなったよ。京本大我のオールナイトニッポン。終わったよ。ご神器チャンス。声でかっ。声でかっ。なんで黙ってるの。大きい声の後なんで黙ってるの。喋ってないの。え、すいません、いや、まあ、じゃあ、まあ、先言うわ、みんなバイバイ。ご新規チャンス、まあ、これ今必殺技を出したんですけど、必殺技出した後は、ちょっと15秒動けなくなるんで、すいません。ちょっと新規の皆さん、ここまで聞いてくれてありがとうございました。またいつか会いました。改めまして、京本大我です。FM93、AM1242、京本1994、生放送でお届けしております。まあ、1994といえばですね、まあ、伝説の94年組なんて、巷では言われてるんでしょうけれどもね。まあ、94年生まれの、まあ、伝説の3人といえば、まあ、大谷翔平さん、羽生結弦さん、まあ、京本大我。この三人が本当に94年の中でも、伝説の三人。そう、なんか。もうドームクラスの三人っていうふうに言われているんですけれども。大丈夫かな、これは。まあ、この三人が本当に、もう天下取るのも、もう間もなく。もう今三人、まあ、それぞれの地で頑張ってるんですけど、まあ、羽生結弦さんはもちろんのこと、まあ、大谷翔平さんも、最近特にこう、わーっと。もう、天下取った。まあ、いよいよ俺の番かと思っておりますので、ぜひ皆さんこうご期待ということで、ザ・メール紹介といきましょう。ラジオネームハート泥棒さん、今週のメールテーマは雪とのことですが、皆さんは街中で雪が積もらないスポットを知っていますか？それはマンホールの上です。マンホールの下には暖かい生活排水が流れており、蒸気で雪がすぐに溶けるため、マンホールの上には雪が積もっていないというわけです。もう豆知識。なるほどね。確かにマンホールの上に雪が積もってるとこって確かに見たことないというか、マンホールのところだけね、こう雪積もってないなって冷静に今思えばありますよね、そういう光景。テーマメールが雪だった。まあ実はですね、まあここで重大発表というか。え、なんか変なタイミングじゃない？まあ、私、京本大我、まあさっき言ったように、まあ、伝説の94年組とか言われて、まあ3人でやっていくことになってるんですけれども、まあやっぱそれぐらいこう、心がこう、燃えているというか、もうやっぱり、もう燃えたぎっておりますので、まあ私の心にも、まあ雪は積もれないというか、まあ私の心の上にまあ雪が積もったとしてもすぐ、まあこの情熱、このパッションで、まあ溶けてしまうのではないかなというふうに、はい。まあこれが、まあ重大発表です。重大発表続きまして、ラジオネーム、キョモヘクトパスカルさん。京本大我様、こんばんは。高校2年生になる息子のことでご相談があります。小学生まで素直で愛想が良かった息子ですが、中学生になってからほとんど会話しなくなりました。何を考えているかもわかりません。京本大我さんは中高生の頃、親御さんとどう接していましたか？参考にしたいのでお聞きしたいです。また、息子と向き合うときに気をつけた方がいいことなどありましたら、アドバイスお願いします。なるほどね。まあ確かに、まあ実は私、京本大我は、
すごい反抗期少年だったんですよね。まあ、親だけにとどまらず、まあ、振り付け師。もう、本当にね、事務所の人、ちょっと怒られたらもうね、これは喧嘩かと。これ喧嘩なのかと思って、まあ、もう、振り付け師に帰れと言われたらもう帰る。そんな感じだったね、確かに。もう何度帰れと言われても帰る。まあ、それを繰り返して繰り返して生きてきました。で、やっぱり、まあ、そんな子供にどう接するかっていうのは、まあね、親御さんの気持ちになったらこれはね、当時の僕もだいぶ扱いにくい子供だったんで、やっぱ、すごいね、ご心、察しますけども、まあ、本当にこれはね、解決ができない。そんなことってあるの？そんなことってあるの？なんか自分がこうしてたよとか言ってあげる。僕もね、こうまだ、家族を持っていない、家庭を持っていない人間なので、まあ、むやみにこう、あんまりね、こう中途半端な、アドバイスはやっぱできないっていうのは、まあ本当建前上の、話で、本当に何一つ思いつかない。そんなことってありなの？この。というかもう質問が入ってこない。もう。集中しないだけだよ。だからなんかこう、息子と向き合い方を気をつけた方がいいかな？ん？息子と向き合う。まあだからもう分からないですね、この質問は。教科書みたいな、うん。まあということで、まあ引き続き、次作るかも分からない京本大河への普通歌を募集中でございます。受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com カオスソルジャーの頭文字を取って cs となってます。懸命に京本大河と書いて送ってください。ということで。いや実はね、この、京本大河のオールナイトニッポンなんですけど、うん、まあ、新コーナーって言っちゃっていいのかな、これ。はい、まあ、4月ということで、まあ、だいぶね、新しいこと始めようと、まあ、新生活とか言いますけれども、やっぱ僕も、そういう新しい風、そういう春みたいなものを感じたいので、こう、新しいコーナーを、新コーナーを、準備させていただいたんですけれども、新コーナーって言ってまあ本当に長いよ4月っていうのは、こう僕もね、びっくりしたもんで。いけって早くタイトルコール。桜が散る散らないとか、もう感じずにもう今結構ね、桜も気づいたら咲いてた。まだ喋ってる、この人は。結構やっぱね、お仕事柄、こう、なかなか屋内にいることが多いので、参りましょうから、まだ喋ってるよ、ね。なかなかこう、桜を見る機会がなかったもので、あ、もう春来てたんだなっていうふうに。日々カオス。そういうふうに感じて、あれまあだから、そういう桜を見たときに、こう、ふと、あ、これってなんか、京本大河のオールナイトニッポンもこう、新コーナーとか始めたら、日々カオスリスナー、まあ、キョモラーって呼んでるんですけれどもね、キョモラーも喜ぶんじゃないかな、というふうに思っているので、それでは早速。なげえ早速ね。全然早速じゃなかったよ。こちらの新コーナーに参りましょう。新コーナー日々カオスやつ。日々、カオス。これじゃ、いつものやつじゃん。曲が変わったってことか？日々コースが一緒だよね。これ、なんだ？君は何にだってなれる。僕は君になれないというのに。さあ、お行きなさい。誰に何を言ったの？誰に何のために何を言ったの？私京本大河です。何か言ったよ。混沌の中に生きる男京本大河が、日々の生活でどんなことを言っていたのかを報告してもらい、京本大河という人間の理解を深めるというそういうコーナーになっております。そのコーナーのタイトルこそが何を隠そう日々聞いてるケイオスカオスだよね、ケイオス。あれ、曲ももう一回来ちゃうの？やっぱり。さっき聞いたところからじゃん。で、喋りな？こういうのって大体曲聴いてすぐ喋る。いいイントロだよ。いいイントロだよ、確かに。
聞いちゃうぐらい。歌始まる前です。京本大我です。あ、ここじゃないと喋らない、混沌の中に生きる男京本大我が日々の生活でどんなことを言っていたのか報告してもらい、京本大我という人間の理解を深めるコーナーになります。聞いたよこれ。さっき言ってたよね、一期一会の音。君はいつまでそうしてるつもりだい。え、誰。さあこれ何。お行きなさい。これは何。これだ。で、何も何か言ってるの。何も言ってないってこれさっきから。さあさあさあ、ずっと、誰に何を言ってるの。このコーナー、それでは早速ね、メールを紹介していきたいと思います。行きなさい。メール、ディスニードロー。曲切るな。曲、桜、ガン、バツン切るな。ラジオネーム、まちこさん。ご注文決まりましたら、こちらのボタンを鳴らしてください。と言われた京本大我。机を3回ノックする。そしたら声。あー、見られてたんだ。あ、やってんだ、あなた。いや、見られてんだね。やっぱこういうのは気をつけなきゃと思うんだけど。やだね、そんな客。これ、どこだったかな、ファミレスだったと思います。ファミレスでやってる人いるかね、こんなこと。まあね、ご注文が決まりましたら、まあ、こちらのボタンを鳴らしてください。これ絶対にね、鳴らすでしょ。こう席に着いたら、声かけられると思うんですよ、店員さんに。そうだ、ね。でもそう、なんか、ボタンってさ、まあ、例えば緊急ボタンとかやっぱエレベーターとかもあるけどさ、こういいボタン悪いボタン、例えばね、こういろいろあるじゃない。やっぱ簡単にそんな初めて会った人にね、初めて会った人にその置かれてるボタンを押してくださいとか言われたってさ、そんな慎重になるボタンじゃないよ。それ鳴らして何が起きちゃうのよっていう。ピンポンってなって店員さんが入ってくるだけ。やっぱりそう簡単にね、こうボタンっていうのをね、こう人類は信用しきっちゃいけないと思うんですよ。いいえ、大丈夫、あのボタンは安心安全です。だからこうやっぱそういう意味でも、それを回避するみたいな意味でも、こう机をこう3回飛行3回ノックする、まあ、これが本当にまあすごいこうね、近未来的なやり方ではないかもしれないけれども、でもこれが一番安全なんですよね、だからやっぱりこれは本当に皆さんもそのボタンっていうものは長いな、一個の解説が、あんまりこうむやみに押さないように。エレベーターとかも、じゃあ例えば13階、13階がもしかしたらボーンのボタンかもしれない。だって違うボタンの話してるんだよ、ね、何階に行こうと思った時にこう本当にどれを押すかはね、もうちょっと吟味した方がいいなっていうのは期待回押しないよ、思うんですよね。だからやっぱ日常的に人間はね、ボタンを押しすぎ。はい、次のメールに行きたいと思います。ラジオネーム、メイサさん。コンビニの ATM でお金を下ろす京本大我。なんで機械が俺の金持ってんだよ。違う、預けたのあんたでしょ。それで言うとそういうもんだね。じゃあむしろ預かってくれてるのよ。これもさ、ちょっと誰が見てたのか知らないけどね、確かに言った言った。これでもね、毎回言うの俺 ATM で。っていうのも、なんで ATM に。こう自分でさ、こう汗水流して稼いだお金だったりさ、まあそれは、まあじゃあ例えば、ね、大事だよね、お年玉だってもそうだし、こういただいたお金もそうだから、そういう自分のお金なわけじゃない。いや大事な、ね、そういうものをさ、こう自分で管理したいと思ってこうね、銀行を、まあ、こう預けたりするじゃない。そしたら知らぬ間にさ、コンビニとかの機械が持ってんだよね、あれ。あれは便利な、コンビニとかの機械とかがなんか自分のお金持ってんだよ、あれ。不思議と。じゃあ、あなたがコンビニで置かなきゃいいじゃん。確かにあの銀行に預けたよなとか思うんだけど、その銀行に行けばいい。全然違う、めちゃくちゃ離れたあのコンビニのATM とかに俺のお金がなぜかあるんだよね。だからもう早く次のメール行けって。だからあれは本当不思議で、なんで機械が持ってんだろうっていつも思うんだよね。思わないやつに便利なだけだから、ありがたい。続きまして、神奈川県のウリラッチさん。人気店の行列に並んでいたが、目の前で売り切れてしまった京本大我。あ、京本大我なんですけど。やだね、これが本当だったら嫌だよ。これは全然でも聞かれてても別に問題ないかな。問題だよ、めちゃくちゃ問題それ、まあ、これはね本当によく言う、よくいろんなとこで言う。絶対言わない、言ってないでしょ。言ってるんだったらやめた方がいい。俺例えばこうカプセルトイとかもあるじゃない。
カプセルトイとかあれ無人なわけですよ、基本的に店員さんとかいらっしゃらないけども、そういう時にこうなんかね、例えばお金入れたけどなんかちょっと故障しててお金が返ってこない時とかたまにあるじゃん。そういう時も俺まず店員さんに、あの京本大河なんですけどっていうのは絶対に言うからね。いや別な方がいいよって言ってない、人気店の行列の話だったら確実に言ってるね。絶対言わない方がいいよ。なんかねそれで通ってきちゃってるんだよね、いろんなことが。何か起こってる、京本大河なんですけどの一言で、うん、何でも通っちゃうんだよね。通らないよ、そんな感じで世の中甘くないよ。続きましてラジオネームイルカの背骨さん。満員電車ででっかいおならをしてしまった京本大我、お尻からカオスが出てしまって本当に申し訳ない。ねこれ言ってるわけないんだよ。まあこれはね言いました。なんか思い切ったか、恥ずかしい、今日一番恥ずかしいかも。思い切ったかなった。いやいくらね京本大我でもこれは恥ずかしいかも。これがおならのこと言っちゃうんだね。てか、まあ、でもそうか、おならのカオスっていう表現、あの時だいぶ人いたからこれ誰が送ってきたのか想像つかないけど、まあでもなるべくねミニカオスにはとどめたいっていうミニカオス思いは本当にあって、ちっちゃいおならのことをなるべく、まあスカシカオスとかまあいろいろあるんだけど、スカシってのことかな、まあスカシカオス、なるほどね、へをカオスに、スカシカオスで行きたいなって思う時あるじゃない。ミニオナラ、特に満員電車なんかはさ、やっぱねその後もなかなか降りれないわけだから気まずいわけで、スカシカオス、スカシペのまあね、まあたまによたまによたまに握りカオスもするんだけど、握りっぺのことかな、握りっぺのことで、まあでもこの時はね多分俺スカシカオスかミニカオス狙いだったんだよね。狙いはね、あ大事にならないように、うん、でも我慢はして、でもね多分ね俺ね言い方ちょっと違ったと思う。多分そんなでっかいおならが出ちゃってたんだったら多分お尻からカオスじゃなくて多分お尻からケイオスって言ってたと思うんだよね。自分の中でこの段階がある、うん、まあ多分でっかいおならだったらそうだったと思うんだよ。だからちょっとね、あの語呂感が違ったからちょっとそこは訂正しておきたいなっていうふうに思いますけど、まあ言った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 、やけになりすぎじゃない、言った、これ言った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 、怖い怖い怖い、白状しすぎ、俺は言った言った、はい言ったよ、白状の嵐じゃない。まあということでね、まあ最後にちょっとねこれね恥ずかしい、恥ずかしいメール来たけど、まあでもこれもう言った言った言った、怖いって、これは言った言った言った、白状を重ねると怖いって、俺言ったよ、俺自白の回数かさ、ママ言ったよ、これ怖い、仲間もまだ言ってる、ママも長いし多いし、これ俺言ったよ、もうもっともっと言うよ、言った、怖い怖い、なんかもう止まんないよこれ、変になりそう、言った言った、なんかおなんか分かんない、おかしくなりそう、なんかいやこれ恥ずかしいね、なんか俺が間違ってるみたいな、まあ、この企画結構やってきたけど一番恥ずかしいメールだったけども、でもね吹っ切れた、もうミニカオスとかこうスカシカオスとかで逃げるの本当に、ミニオナラ、うん、やめようかなと思う。これ俺言ったと思う？俺が話しかけられてるの？俺言ったかな、俺、俺ってここ何年も俺会話できなかった、お尻からカオスとか俺言ったかな、俺無視されてたよね何年も、言った、だから一人で喋って、え言ったっけ、あ俺聞いた、え、いや、ま、どうだろう、言ってな、いや言った言ったよ、怖いな、怖い、言った言った、これは言った、食い気味の言った言った、俺は何年、お尻からカオス出ちゃってすいません、言った、何年か越しに話しかけられたと思った、全然言ったよ、怖い、全然聞いてくれない、全然言ってたよ、俺食い気味じゃん、覚えといて、言ったよ、いや言った言った、言いましたね、言った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 、ということでね、まあ今夜のメールはまあ今の爆弾落とされたらもうこれが最後にするべきなのかなと思いますので、まあ以上ということにさせていただきますけれども、受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com カオスソルジャーの頭文字を取って CS となってます。懸命にカオスと書いて送ってください。ということで、まあ、お送りしてきた京本大我のオールナイトニッポンもそろそろお別れの時間って、寂しいね本当に、まあ、ということで、まあ、この後の放送を担当するのはストーンズの田中樹里さんということなんですけれども、まあ、実は彼ね、まあ、使ってる
カバンがめちゃくちゃ四角いですもん。いいよそんなの別に。角がすごいもう。四角いのはいいよ別に。あの角はね、あの定規代わりにできるね。四角いけど別にいいのよ。あれで、ね、90度測りたいときあのカバン置いてやれば90度測るね。いいだろ俺がプライベートで使ってるカバンの四角さの話、まあ、そんなちょっと、まあ、彼のことも言っちゃったというか、まあ、これ言ったね、うん、彼のことも言っちゃったわかった怖いよ、うん、言っちゃいましたので、まあここまでのお相手は、まあ、京本大我ということで、まあ、春といえば、まあ、この作品の季節なのかなと思います。まあ、映画も間もなく始まりますのでね、まあ、名探偵コナンの懐かしい楽曲聴きましょうよ。小松美穂さんで氷の上に立つように。お聞きいただいたのは小松美穂で氷の上に立つように。東京都千代田区有楽町の日本放送をキーステーション全国ネットで放送中。 SOMS のオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、じゃあそれではメールお読みしますね。はい、まずはラジオネーム失恋したら絨毯を洗えさんからです。新規のみんなどう息してる？いやーもういないですよ。いないし。このメールも届いてないと思います。絨毯を洗え、いや申し訳ないんだけどもね。うん、うちの、まあまあまあ、うん、うちのメンバーのせいというかおかげというか。まあまあまあ、予告はちゃんとさせてもらってたんで、ね。はいはいはい、ですよね。うん、なんでまあまあもういないです。はい。なのでこのメールも届いてないと思います。はい、続いてラジオネーム、マーヤさんからです。カオスが過ぎ去ったぞ。おい、神経伸ばってる神経声上げろ神経くそ今年も全滅だ あと一年、このメンツで乗り切るぞ。もう、あれじゃん、元からいる旧メンバーもギリギリじゃん、うん、旧メンバーも結構脱落したっぽい。旧メンバーも満身創痍なんだ。うん、この一年、まあ、去年なのか分かんない、2年前なのか3年前なのか分かんないけど、から聞いてる人も満身創痍で聞いてるんだ。うん、そういう人たちはなんか、慣れてきて、体がもう慣れてきてんのかなと思ったら。ひいおじもよ、今言ってたけど、その、うん、ツイートとかでも、結構その、フル株でもきついっていう声があるっぽい。うん、いや、そう、そうだ、うん、そうでしょうね、きっとね。うん、はい、じゃ続いてラジオネーム、ダルさんからです。去年の森本の工藤新一について京本さんがいろいろ言ってますが、うん、一昨年の新規チャンスは京本さんがパプリカダンスという奇妙なダンスをスタッフに踊らせる気持ちの悪い放送でした。かなり不利な状況ですが、新規獲得チャレンジ頑張ってください。そっか、2年前は俺がやってたんだね。パプリカダンス、なんか歌歌ってた、パプリカダンス。なんかあった、ね、ギター弾いて猫のお話だったかな、うん、てか結構泣ける歌詞だった、ね、あんた2回目かい。まあそれがあって呼ばれるんだからすごいよね。まず、うん、なんか あれだいぶやらかしてたけどね。あなたオープニング1回目みたいな面してた、ね。俺も記憶なかった。1回目みたいな面して、あれ新規チャンスだったんだ。毎年やってんだね。とか言って、あんた2回目、ね、2回目かい、あんた。俺いたんだね。がっつりあなたも新規逃ししてるよ。うん、逃ししてたんだね、うん。してるよ、あんた2回目ですよ。そう、2回目か、やばいな。そうか、そうか。まあまあまあ、かなり不利な状況ではあるよね。確かに今はね、うん。でもなんか逃し方もパワーアップした気はする。うん、かなり突き放してるよね。突き放した自覚ある。うん、続いてラジオネーム、架空ナッツさんからです。まだ生存しているご新規の方がいらっしゃれば、一つお教えしたいことがございます。はい、京本が、日々カオスとタイトルコールした後に流れる、何かが潰れるような音の正体は、トマトです。深く考えないでください。ただのトマトです。ややこしい話なんだよね、あれは。一個前の企画を、がまあトマトニュースやってたから。もうね、新規潰しなのよ。すべて。訳がわかんないんだよね。新規潰し。すべてが、些細な SE、音さえも新規潰しなのよ。そうね。なんか、何今の音みたいになってんのよ。なんか、心地よい違和感というか、もう不快だもんね。そう、気持ち悪い。何の音みたいな。うわ、もう。急にブチュって。なるやつなのよ。うん、なんか、何って興味にそそられないのよ、これ。ちょっと一回そのブチュー聞けるかな、単体で。あ、ブチュー、うん、久しぶりにね。効果音ね。気持ち悪い。やばいで。やばいで。
ディレイな感じも嫌だしね。プシュン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 ってディレイになってんのもやばいな。エコーっていうか、ね、気持ち悪い。しかもなんかトマトですって言われてトマトかってならない感じのトマトなのよ。そうなんだよね、音が。え、あ、トマトみたいな、ね、そう、トマト だとしても気持ち悪いけどなみたいな音なのよ、これ全てがね。はい、じゃ続いてはラジオネームノアさんからです。ノアさん、今日もおじいさんが自宅の壁をぶち壊したことを誇りに思うのはわかるけど、うん、あんたは若いんだからそれを超えていかなきゃ。今スタジオを隔ててるガラスあるよね。あるよ。魂燃やしちゃおうか。ダメダメだよ、ダメダメ。あ、確かに、壊させんなよ。暴れろって曲のミュージックビデオで俺ガラス壊すやってるけど、ノアダメなのよ、これはキャラクターなんで。これを壊すともう器物破損なのよ。器物破損ものなのよ。これを壊したらあるよ、スタジオ、ラジオブースはね、みんなが想像するガラスのやつあるよね。燃やしちゃおっかな。燃やすなよ。魂燃やそうとすんなよ。そういうとこまで行かなきゃダメか。自宅だから許されんのよ、その魂の燃やし方は。変な魂の燃やし方しちゃうとダメなんだよ。二層になってるもんね。そう、二枚立てよ。一枚強固なガラス終わった後、もう一強固ガラス来るからね。両手かな。あ、なに？あなた、左右で一枚行こうとしてる？両手じゃなきゃ二枚きついかな。左で一枚、右で一枚のドンドンで行こうとしてる。この片腕じゃ多分一枚が限界だから。いや、そんなにスピーディー、もしね、やっちゃダメだけど行くんだとしても、そんなドンドンぐらいで行かなくていいのよ。か、まあ、ドンで拳行って、曲げて肘でドン。の二段階。カンフー映画の戦い方に、どんどんみたいなやつ。二枚いける可能性はあるけど。ジャッキーチェンの戦い方のやつだよね。そうそうそう。水拳の時の、ジャッキーチェンの戦い方がある、ね。まあ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 、まあ。いけるよってことだけ覚えておいてほしい。まあ今日は行かないよ。俺が魂燃やせばいつでも行けるんだよ。今日は行かないけど、まあいつでも行けるんだよってことはちょっと覚えておいてほしい。魂を俺が燃やしちゃえや、これはいつでも行けるんだよっていう。そう、それだけ、ですよね、もうひえよじも覚悟しといてほしい。俺がいつ魂を燃やすかわかんねえから気をつけろよ。つけろよって言う。いや、彼が変な魂今手の内は見せたから全部。俺の手の内はもう明かしたから。二パターンあるぞ。そうそうそう。やり方も。何でしたっけ。だから、まあ、右手ドン。はい、で、左手ドンの、まあ、二枚パターンか。まあ、片腕。まあ、手だ、俺足は左利きなんだけど、まあ、手は右利きだから、まあ、右で、ドン拳いって、折り曲げて、肘でドンこれで二枚いけるから。まあだから、片手携帯持ってるときは片手で行きたい、ね。あ、なるほど。ちょっとなんかこう、連絡返したり電話してるときは。そういうときに急にやってって言われたんだったら、もう多分。そういうときに魂が燃えちゃったら片手で行きたいんだね。でも多分両手空いてたら、まあ、ドンドンの方がまあ、スタミナは楽かな。右に負担かかりすぎないから。右に全部ね、拳と肘使うよりも、分散した方がいいから、両手に。うん、あと、ちょっと申し訳ないけど、途中の足は左利きって言ってこれ本当なのよ。不思議なもんで。たまにいるよね、人。なんか靴履くときも左から履くし、サッカーボールも運動できないくせに、一丁前に左できるからね。左できるからなんかすげえシュートすんのかなって思われるけど。なんかどんどんの合間になんか急に俺足は左利きっていう謎のプチ情報入ってきたなと思って。体の重心結構左軸が多いんだけど。それだけちょっと残ってたから。結構いろんなあるからバランスが。はい、じゃあこれ結構元気がさ。と、これも唐突ではありますけども。はい、聞いてください。4月12日発売ソングの暴れろ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。ここでストーンズからのお知らせです。ストーンズ9枚目シングル暴れろ、先ほど流したものですね、暴れろを、今月12日、4月12日にリリースします。発売まであと2週間をもう切ったのか。そうね、今月だね。はい、4月だからね。いやいね、切りましたので皆さんぜひ一緒に盛り上げていただけますと、まあ、いいなと思ったら、はい、他にもカップリングとかもありますから、YouTube でも聞いたりしますからね、いいなと思ったら、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってくれたらなと思います。そして今日はですね、ストーンズ公式ホームページで全33パターンの暴れろにかけた文字遊びをしたんですけど、全部見つけた人ってね、俺、あれだけ見たよ、俺、おむすび。あー、なんかあったね。そう、俺、おむすびだけ見たよ、俺。確か見たのに、なんかそういうね、ちょっとね、文字書いてね、文字書いて文字って遊びみたいなのもやってたんですけども、なんか結構ファンの人も気づいて盛り上がってくれてたんでしょ。ねえ、よかったですよかったです。あとですね、 TikTok では、暴れろの公式音源と暴れろオリジナルエフェクトを公開中でございます。このオリジナルエフェクトは、まあ、頭とか手とか体をね、こう動かしてシェイクしてムーブして
もうそれを動きを検知してですね、その大きさと激しさによってメーターがたまるものになってますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。それもう見に行きますから僕は。でも僕もう TikTok 大好き人間ですので、ね、俺らもやったからね。やりましたやりました。その動画もありますからね、それ見てちょっと参考にしたりして遊んでみてください。そして日本放送でお聞きの方はですね、来週4月8日土曜日朝8時半から放送の八木亜希子ラブ&メロディーに、うん、うちのメンバーの高知優子がゲスト出演しますので、うん、ぜひお聞きください。高知の出演は9時台を予定しているということでございます。うん、その他最新情報などはストーンズ公式ホームページ、 Twitter をご確認ください。それではお時間までメール読みますね。ラジオネームアバレリーさんからです。京本さんがガラスを破る話で思い出しましたが、うん、この人はスタジオでさすまたを振り回して大暴れしたこともある危険人物です。新規獲得に必要なのはこの人を出禁にすることです。そう、ね、やってたよね、おきくだよね。覚えてるよ、うちのスタッフひえおじの、まあ、おきくというメンバーが、ね、あのさすまたですブースの中、こっちそっちか、放送全く乗ってないんだっけ、乗ってくるブースのマイクないとこに行っちゃってるから、ブースの外まで行ってさすまたで捉えられてで俺なんか喋ってたよね多分ね、なんか言ってた、ね、言ってたけどマイクないから全く、うん、あとあなんかあなた PK サンダーって言いながら振り回してたらしい。あスマブラね、意味わかんなくない、ネスだネス、やばいでしょあんたやってること、やばい、ね、いやもう覚醒の時期、覚醒の時間帯だから覚えてないんだよそういう時は、やばいことしてるよ。続いてラジオネームハバロア、ババロアさんからです。田中が俺がキャプテンとか真面目だけが取り柄とかしけたボケをしたのを全員がスルーしてるところを見るとリスナーも本気で今夜のラジオを盛り上げようとしてるんだな。この気持ち新規に伝わってくれ。どうすか、恥ずかしいですか。あの、ね、本当に俺ね、こういうのってさ盛り上がらなかったらみんな記憶が消えるでしょ。俺ずっとなんか鮮明に思ってた。残る、あの喋った時の虚無の顔とスタッフの顔とかねすごく鮮明に残ってて、いやなんかちょっと曇ってたもんね。となんかずーっと余韻あったもんね一人。あったでしょ。なんか変になんか自分の中でもしっくりきてなかった。しっくりきてなかったね。はい、ということで一部の放送局を除いてこの後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中樹と京本大我でした。キャプテンお疲れ様です。やめてました。